ケイクマガでございます。ご無沙汰しております。ケイクマガイズラディオ第38回をお送りいたします。本日は2021年9月18日の土曜日でございます。近況、そうですね。久しぶりの久しぶりにラジオ やっております。まあねえ、9月8月の8月の後半ぐらいから、おそらくほぼ1ヶ月ぶりぐらいになるのか。ねえ、その間はね、何でしょうね、平たく言うと何でしょう、デトックス的なことですかね、デジタルデトックス的なことも含めて、ちょっと SNS とかもやっておりませんで、そうですね、労働と家事と、それからまあいつも通りですね、変わらぬ日常を送って、おりました。ケイ熊川で、ございます。台風一過、今日は天気がいいですね。ちょっと暑いぐらいですね、外に、出ましたら。今日はさっきね、友達がねくれたビールの差し入れをいただきまして、これなんだろう、なんか今なかなか買えないやつだって言ってました。朝日生ビール、マルエフっていうんですか、1986年に出てたらしい朝日の、生ビールマルエフっていうやつ、幸運の不死鳥って書いてあります。どうも幸運の不死鳥です。スーパードライしか朝日はなかったですからね。これが復刻なのかな、よくわかりませんが、朝日、そうですね、初めて飲むので、これを飲みながらダラダラとやってみたいと思います。皆様、素晴らしいこの世界、いかがお過ごしでしょうか。お疲れ様でございました。ここから先は楽しいばっかりです。乾杯。朝日、やっぱり俺ダメだ。朝日、いまいち。なんだろうこれは。薄い気がする。なんだろう、ドライから本当辛みをなくしたような味でした。キリンが好きです。来週ライブが、ございますので、アナウンスオーバーさせていただきたいと。1週間後、9月25日土曜日ですね、こちらは、福岡市で久しぶりのライブなんですよ。福岡市に俺住んでるんですけど、福岡市でライブをやるのがものすごく久しぶりでございますね。よそにばっかり行ってっていうのが多いので、すごく久しぶりに
福岡市でライブをやります。こちらはですね、ソウルキッチン博多屋台ドンですね、あの中洲の交差点そばにございます。博多屋台ドンで催されます天神路地裏音玉の宴第4幕というイベントに、出演いたします。こちらがですね、出演が沢田大樹、ケイ熊川、野田修二、イブゴーフラワーと呼び捨ていいんでしょうかね、この4組でですね、配信のチケットというものがあります。生配信だったり、その後もアーカイブから配信を見るためのチケットというものが販売、予約販売が、開始されてますね。詳しくはツイッターの方に、リンクを貼っておりますので、ご興味のある方よろしくお願いいたします。イベント自体はですね、9月25日土曜日の16時開場、16時30分開演という予定になっております。んでですね、一応この緊急事態宣言下にございますので、かかるその会場での、ライブというものにつきましては、完全予約制ということになっておりますね。ので、ご興味のある方ですね、そちらもツイッターの方から、連絡先等ございますので、お時間のある方、よろしくお願いいたします。天神路地裏音玉の宴第4幕にケイ熊川が、来週末9月25日に出演いたします。うわーざーす。まあずっとギターを弾いたりなんたりしながらも、そうですね、なんかこうなんでしょう、やっぱりね、なんかこう男はっていうか人間はというか、そのね、自分をよく見せたいとか、よく見せたいというか大きく見せたいっていうか、進んでいると思われたいとか、なんて言ったらいいんでしょうね、頭がいいと思われたい、アンテナが大きいと思われたいっていうんでしょうか、いろいろな価値体系の中で要は自分を大きく見せるような、見せるようなっていうか自分が大きいと思いたい、ような考え方が、意識的にも無意識的にも、まあ他かの差こそあれどもみんな大なり小なりあるかとは思うんですけど、俺自身にもあるんですけど、その時にどうするかって、例えばなんだろうな、なんかこういかに自分が、情報を正しく、ね、受け取って、いろんな選択肢の中で正しい、選択をできているだったり、正しい情報を読み取れているだったり、はたまた、自分はとても、物事世の中というものを、とてもその俯瞰して見る、見て見えていると、俯瞰して見ることができるとであったりとか、いろんなね考え方やり方、あるかと思うんですけども、どちらかというとこの一月というのは俺にとってはそういう物事自体から少し距離をね置いてデトックスするような、そういう時間だったっすよ。でつまりそのね、人の中でどう生きていくかっていうことからはこれは逃れられませんから、そういう時に何でしょうね、自分の内面の世界というものを豊潤に持って、
そこに没入していくっていうことはすごく大切なんですよ。で、はたまた人の中で生きているんであるから、分かってほしいと思う、人のことを分かりたいと思う、そういう中で誤解を少なくしたいだとかっていう時に、さっき言ったようなね、いろんなものの見方だったり、いろいろな感情の凝視方だったり、いろんな言葉の出し方だったり、伝え方だったりっていうようなことの中で、ね、コミュニケーションを発達させていくっていうこと、この2つのバランスは両方大事なんですけど、どうもそのね、特におそらくこういう、端末っていうんですか、そういうもので、ネットっていうんですか、 SNS っていうんですか、ね、そこに没入してる生き方を現代人はしますから、なかなかそれがね、その中にいると、みんなこう、なんだろうね、自分から出てるガスで中毒症状を起こすような感じってわかります？のがあって、それは自分にもあるし、自分が SNS を見てて人にも感じるしとかね、ので、そういうところから少し、距離を置いてというか、そういうものをちょっと体から出したいなと、うんこと一緒に出したいなというようなことをやっていた感じがあるっすね。つまりそうということは何をやるかっていうと、まあ本当自分の身の回りだとか、リアルに会う人とのコミュニケーションだったり、そういうものの中に流れている時間を今までよりももっと丁寧に過ごす、きちんと味わうみたいなことを、そしてそこになんかこう、なんでしょうね、自分の反省もあったり、なんだろう、こうね、自分のことってね、もう例えば俺なんかは、もう俺になって40数年経っておりますから、それきっと誰だってね、誰よりも自分のことを分かっているし、誰よりも自分に、自分というものを、なんて言うんでしょうね、自分というものから抜けれなくなっているっていうか、なので、それでね、そういうふうに思いながら、ね、しばらくやっていると、よかったっすよね。なんかいい感じなんですよ。まあまあ。そうっすね。だから、それをやったことで、またこっからね、ライブがあったり、何か自分の名前でものを作ろうだったり、そう、それをやる前に一度これを挟んでよかったなと思っているんですけど、現時点では。ただそれが、なんだろうね、単純に自分が作るものが良くなるのか、もっとグッとくるものになるのかどうかは、まだ作ってないから分かりません。ね、楽しみに作ってみたいと思っておりますね。だから、そうですね。だから全くもってここ1ヶ月2ヶ月の間みたいなのは、何でしょう、低迷している感じですかね。皆さんが動いている中にあっては、俺は全く
動いてないような感じですかね。で、そうですね。でもそうですね。気の焦りがなくなりましたね。かといって余裕は全くないですね。そうそうそう。昨日あの給料日だったんですけど、今月久しぶりにやらかしましてね。いや、きつかったですね。途中ガスがまた久しぶりに止まりまして、いろいろバタバタしながら、なんとかなんとか生き延びて、おります。ありがとうございます。生き延びております。残念ながら、ライブをやっていくので、これからまた年末に向けてライブをやりながら、その中でね、音源を作って、何でしょうね。そうそうそう。なので、まあこれは今申し上げるよりも、その時になったら、そういうふうに動こう、こういうふうに動こうというのが、ここ数年間ちょっと足りてなかったなという動きについてね、なるほどと、こういうふうに動かないと、いろいろ良くないなと、良くないなっていうか、うまく伝えられないなっていうか、ねえ、ちょっとなんつったらいいんでしょうね。多分ですね。多分いい感じになりますよ。お楽しみに。そのぐらいですね。はい。いろいろやりながら、とりあえずね、来週ライブもありますし、10月その後の予定的なことを申し上げるとね、おそらく10月って今のところライブ入ってないと思うんすよね。まあそのね、イベントが中止になったりとかありますからね。そういうものありながら、でまた11月には、予定がある分があったり、しますので、そのあたりに、ぶつける感じで何かものを作って、そうですね、分かってもらえるように努力をしたいと思います。ケイクマガでございます。あざす。今週こんな感じでビールが全然進まないです、この朝日。このラジオが終わり次第レモンサワーを飲みたいと思いますので、そろそろいいですかね。ありがとうございます。ケイクマガでございました。あざす。